はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、まあ前半戦、ジャイアンツが首位でターンをしたというところで、まあちょっとね、まあオールスター休みとかも挟むんで、一体前半戦ね、どのような戦いをしてですね、どのような結果で、みたいなところを、ちょっとね、総括というか、ちょっと振り返っていきたいなって。皆さんね、ちょっと野球ないんで、ちょっと今暇だと思うんでね。ちょっと前半戦の戦い方とかを、いろいろ僕なりに、お話ししていきたいなって思ってまして、ちょっとまあそのバッティングというかね、打撃のところと、まあ投球というかね、守備のところで、ちょっと分けてね、動画を撮っていきたいかなっていうふうに今思ってるんですね。で、今日はですね、その中で、まあ打撃のところというところで、ちょっと、まあいろんな指標あるんですよ。マジで野球っていっぱい指標あるんですけど、まあ僕が重視してるのは OPS という、数字、まあ出塁率と、まあ長打率を足したようなね、数字なんですけど、まあ結局その数字が僕は一番重要じゃないかなっていうふうにね、個人的には思ってるんで、その数字を、まあ、セリーグのですね、6球団の、まあ、打順別にこう、並べていきまして、OPS の数字をね、じゃあ一体どの打順がですね、良くて、どの打順が悪くて、みたいな。で、どの球団が、すごく OPS が高くて、みたいなところを、ちょっとね、見ていきたいなって思ってるんですね、今日ね。で、まあ、いろんな、考え方あると思うんです。まあ、打率が重要とか、得点圏打率が重要とかね。で、この結局 OPS って、まあ、その出塁率と長打率というところで、まあ、その、まあ、結局ヒット、打率のところも含んでくるし、で、長打率って言ってね、まあ、結局、長打打った方が点が入るじゃないですか。ランナーがよく進むんでね。そういったところで、まあ僕は一番統括的に打者のなんて言うんだろう、レベルというか打者の能力を測れる数字だと思ってるんですね。で、まあ今ね、僕ちょっとパソコンでこの辺にね見てるんですけど、まあ1位のジャイアンツ、2位広島、3位 DeNA、 4位阪神、5位中日、6位ヤクルトという風にね、バーってこう色付けされたねグラフを見てるんですけど、まあ、非常にジャイアンツというところ、ジャイアンツをさっき言うとね、1番から、まあ、4番ぐらいまでの OPS がね、非常に高いんですね。うん。じゃあ、ちょっと詳しく見ていきたいんですけど、まず、ジャイアンツね、打順を固定し始めたじゃないですか、6月27日やったかな。うん。ちょっと、すいません。間違ってたら申し訳ないんですけど、そのあたりから、1番から5番までをね、まあ、固定し始めたじゃないですか。で、非常にそこからね、勝ててるというところありまして、で、その影響が、この OPS にも出てきてるんじゃないかなというふうに思ってて、まず、まあ1番、丸さんね、ずっと座ってますと。でもまあ開幕時は7番とかね、その辺を打ってましたと。で、ジャイアンツの OPS が高い打順で言うと、1番、3番、4番がめちゃくちゃ高いんですね。1番で言うと、750あるんですよ、OPS が。うん。まずそれすごいじゃないですか。で、ちなみになんですけど、セリーグの1番バッターの OPS で一番高いですね。これは間違いなく丸さんが入ってるからだと思うんですね。うん。うん。だからもともと、これね、丸さんの OPS じゃなくて、1番に入った全員の OPS なんで、だから、ほんまで言ったらもうちょい高くなるはずなんですね。丸さんの今の調子で、売ってたとしたら OPS もうちょい高いはずなんですね。だから、そういったところでまだまだこの OPS というのが高くなる可能性っていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、3番も高いんですね。ジャイアンツで言うと。726というところで。まあこれはですね、まあ間違いなくヘルナデスが入ってるからだろうなっていうふうに思うし、まあ、その726より高いのって DeNA しかないんですね。だから、3番の OPS で言ったらリーグで2番目なんですよね。だから非常に優秀だというところ。で、ジャイアンツの4番もね、非常に、OPS が高いと。まあ4番はね、もう岡本選手なんで、岡本選手のそのまんまのね、OPS なんですけど、OPS なんですけど、まあ833というところで、まあ、リーグで言ってもまあ2番目になってるんですね。4番の OPS で言うと。うん。で、5番というところはちょっと低いんですね。643っていう風になってるんですけど、で、最近大城さんが入ってきて、非常にね、活躍してくれてるんで、これも、
シーズンのね、当初からめちゃくちゃ苦労してたじゃないですか、5番をね。だからその苦労してた時の数字が残ってるというかね、記録として残ってるから、大城さんが頑張ってるけども、まだ上がりきってないっていうところなんで、この5番の OPS も大城さんを固定していくんであればね、絶対これ上がってくるんで、まあ心配ないかなというふうに思います。で、ちょっと他球団の数字とかもちょっと見ていきたいんですけど、まず2位の広島ね、OPS だけ見ると、全然良くないんですね。で、C って言うなら、まあ、1番、7番、1番、4番ぐらいかなっていう。1番、4番、まあ、5番ぐらいかなって、良くてね。それでも、1番で676。で、4番で678。5番で615とかなんですよね。だから、全然高くないんですね。うん。だから、結局、広島って、まあ、ピッチャーのチームじゃないですか。どう考えても先発陣がしっかりしてて、で、もう守り抜いてみたいな感じだと思うんですよ。で、盗塁も非常に多くてっていうチームなんで、どっちかっていうとバンバン打つかって言われたらそうでもないし、バンバン打つかっていうか単打が多いイメージがあってね、走塁が上手かったりとか、隙をついた走塁とか、なんて言うんだろう、単打で、ランナー一塁からランナー一三塁を作ったりとか、そういった野球が非常に多いなっていう、うん。まあ僕はそういう野球がすごく好きで、だからいつも言ってるんですけど、矢野選手とか、まあそういう選手がすごいいいなっていうふうに思うんですけど、そういったところで OPS っていうところで見ていくと、広島ね、下位の、6位のヤクルトとかよりも OPS がね、全体的に低いんですね。だけども2位にいるっていうのは、非常にね、やっぱり野球っていうのはね、打つだけじゃないんだなっていうのがね、わかるんで、非常にね、そういったところでね、野球っていうのは僕は面白いなっていうふうに思うんですね。で、3位の DNA ね、これがすごいんですよ。マジでこれすごいんですよ。何がすごいかっていうと、3番、4番、5番の OPS の高さが異常なんですね。うん。見ていくとね、3番で言ったら797。うん。ジャイアンツのヘルナンデスより高いですね。で、4番851。これ、岡本和真より高いんですね。で、5番の OPS786 っていうところで、これもめちゃくちゃ高いんですね。うん。で、これじゃあ誰が入ってんねんって、DNA の3番、4番、5番誰やねんって話になると、やっぱり、まあ、3番で言ったらオースティンとか、まあ、佐野選手とかが入ってるだろうし、で、4番だったらもうマッキー選手だし、で、5番だったら、まあ、宮崎選手とかね、まあ、休みながら、まあ、出てますけども、宮崎選手とかが入ってくるのが多いんで、やっぱりこの3番、4番、5番がね、このグラフ見してあげたいんですけど、真っ赤なんですね。DNA。だから、それだけ3番、4番、5番。まあ、ジャイアンツもね、その、例えば佐野選手とか、まあ、牧選手とか宮崎選手にやられてますけども、非常にやっぱり、まあ、ジャイアンツだけじゃなくて、他の球団も、まあ、その、強力打線、特に3番、4番、5番にやられてるんだろうな、っていうのがね、この数字からね、よくわかるんですね。うん。で、次、4位の阪神なんですけど、阪神もね、実はね、広島と同じで、あんまり OPS 高くないですね。だから、あんまり打のチームではないんじゃないかなって、数字上で見ると思うんですね。で、C って言うなら高いなと思うのが、もう1番ぐらいしかないですね。1番が一番 OPS 高いですね。で、1番誰打ってんのって、近本選手じゃないですか。で、結局、近本選手が4番に入った時期とかありましたけども、やっぱり、近本選手は1番が僕はね、対戦しててすごく嫌やなって、1番でいきなりパチンって打たれて、なんかこう、甲子園がうわー盛り上がって、なんかその2番が繋いで3番でタイムリーで、みたいな感じで、やられるのがすごい嫌なんで、やっぱり僕は近本選手は1番にいた方が、相手からすると、ジャイアンツからすると嫌やなって思うんですけど、やっぱり、4番とかね、3番の OPS 見てても、3番とか531なんですよ。めちゃくちゃ低いんですね。セリーグ6球団で一番低いですね。3位の、3番の OPS が。で、4番も、628というところで、まあ、間違いなくこれ、大山選手の不振が、この OPS にまんまね、反映されてるんじゃないかな、というふうに思うんですけど、そういったところで、ジャイアンツじゃなくて、その、阪神はですね、その打者のやりくりというか、まあ、岡田監督がね、すごくぼやいてたりとか、いろいろ、僕結構好きなんですけどね、インタビュー見てて面白いなって思うんですけど、正直に言わはるんでね、面白いなと思うんですけど、
でもやっぱりこの数字を見るとですね、やっぱりこれ打線で苦労してるんだろうなって、岡田監督もね、これなんで打てへんねやとか、よくなんで打てへんねやとか言ってないか、なんかこう打てへんなみたいなこと言ってますけども、やっぱりこの数字見たらね、逆にこの数字で4位にいるというかね、僅差の4位にいるっていうのはすごいんじゃないかなっていうふうに逆にね思います。で、次5位の中日なんですけど、中日も結構はっきり分かれてて、これ4番と5番ですね。4番と5番以外はめちゃくちゃ打ってないですね。4番と5番だけ OPS 高いですね。で、4番が750で、5番が724なんですね。で、じゃあ中日で、まあ4番5番誰入ってんのって話なんですけど、まあその、見たんですよ。打順のやつ見たんですけど、まあ大体中田選手が4番とか、カリステ選手、細川選手とかね、そのあたりが4番入ってますと。で、5番は、まあ主に、最近細川選手が入ってるんで、そういったところで、まあ結局細川選手がめちゃくちゃ僕いい選手だと思うんですね。で、まあ現役ドラフトで、ベイスターズから中日行って、で、めちゃくちゃ活躍してね、1年目。で、今年2年目でしょ？で、しっかりね、1年目だけじゃなくて2年目もしっかりやれてるっていうところで、素晴らしいなって思うんですよね。で、何が素晴らしいかって、前も僕、試合解説でも言ったと思うんですけど、パワーヒッターでありながら、その、ツーストライク追い込まれてからは、非常にその、自分の打撃スタイルを変えていけるっていうところ。で、まあ、巨人対その、中日しか見てないので、その、他の中日対どこどこっていう試合は僕は見てないんですけど、その、なんて言うんだろう、間違いなく、バッテリーの傾向であったりとか、狙い玉であったりとか、自分が過去打ち取られた打席を踏まえての狙い玉を絞ってるなっていう感じは間違いなくあるので、そういったところで、その、ただ むやみやたらに、自分が打ちたいボールとか打てるボールをずっと待ってるっていうバッターではないので、非常にクレバーというか、だからそうやってね、今ね、打率とかでも結構上の方にいますし、ホームランでもね、非常に上の方にいます。3部門でも全部上の方にいますよね。で、だからそういった成績を残せると思うし、だから、もともとね、僕も、ジャイアンツの、ファームの試合で、ね、出てる時とかに、細川選手の、DNA 時代のフリーバッティングでも見たことあるんですよ。めちゃくちゃ飛ばすんですね。ほんま、えぐいぐらい飛ばすんですね。横須賀とかで。ほんまにえぐいなって。バックスクリーンのもうマジで上の方とかガーン当てるんですよ。この人えぐいなって、思ってて、確か、松田陸、いるじゃないですか、ジャイアンツの。うん。一緒の高校なんですね。日立名手。僕ちょっとすみません。間違えたら申し訳ないですけど。だから、細川さんはマジ飛ばすのエグいっすよ、みたいなことを、まあ、陸が言ってたんで、まあ、知ってたんですけど、でも、ほんまに見たらマジで飛ばすなと思ってて、なんでこれが、一軍上がれへんにやろうとずっと僕は思ってたんで、まあ、いろいろ、DNA でのね、まあ、起用法であったりとか、まあ、いろいろあったと思うんですけど、そういったところで、まあ、中日に行ってね、その、打棒というか、その力がね、しっかり発揮されてるというところで、まあ、その、他チームではあるんですけども、その、なんて言うんだろう、才能がしっかり開花してるという意味でですね、その現役ドラフトっていうのは非常にいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、最後、ヤクルトなんですけど、ヤクルトも、最下位にはいるんですけど、めちゃくちゃ OPS 高いですね。じゃあなんでその OPS こんだけ高くて、6位やねんって、間違いなくピッチャー陣の、悪さというか、ピッチャー陣が安定してないからだと思うんですね。だからピッチャー陣だけがマジでセーブできたら、ほんまにマジで上位に食い込んでくるんやけど、なかなかね、去年のジャイアンツみたいにですね、セーブできてないっていうのがあるんで、まあ非常にちょっとね、厳しいところはあるんかなというふうに思うんですね。で、ちょっと見ていくと、4番と5番のね、OPS が異常なんですね。4番が794で、で、5番が異常でですね、943あるんですよ。もう、ダントツなんですね。すべての打順の中で、OPS943 のところ、1個もないんですね。で、じゃあ誰入ってんねんって話なんですけど、4番は村上選手が入ってることがほぼ村上選手なんですね。だから、794って、まあ、村上選手の OPS がそのまま反映されてる可能性が高いと。で、5番なんですけど、この943ってエグいんですよ。で、誰入ってんねんってところなんですけど、もうサンタナオスナですね。もうサンタナとオスナが5番に入ってることが非常に多いんですけど、その二人が打ちまくってるんですね。で、ジャイアンツ戦でもそうですけども、もうこの二人にやられまくってるんですね、去年から。だから、もうなんかその、対策とかもしてるんだろうけど、もうシンプルに打撃技術が高いと。
特にサンタナなんかね、もう、毎年なんかレベルアップして、まあ、オスナもそうですけども、打率も高いし、で、ホームランも逆方向にも入るし、みたいな感じで、もう頼むわっていう、打たんといてくれっていうふうに思うぐらい、打ってるんですね、ジャイアンツ戦でも。だから、その、選手たちが、5番に入ってね、この、OPS 943っていうところで、まあ、その、1番とか2番とか3番とか見たら、610、675、675なんですね。だから全然高くないんだけども、4番と5番だけめちゃくちゃ高いっていうところで、やっぱりそのね、1番、2番、3番がある程度出塁して、4番、5番に、チャンスで回していければ、ヤクルトは絶対得点できると思うし、その得点をして、その得点をした、得点をですね、そのピッチャー陣がちょっとこう、不安定やから、こう、なんていう、逆転されてみたいな試合がね、おそらく多いと思うんですけど、そこがね、まあ多分ヤクルトの今の課題だと思うし、もうこれね、正直6位にいるんですけど、この OPS だけ見たら、一番すごいんちゃうかなっていうぐらい、すごいんですね。だから結局、先ほども言いましたように、やっぱ打ってるから勝つかって言われたらそうでもないし、じゃあ抑えてるから勝つかって言われたらそうでもないんでね。だから、バランスが大事なんですよね。だから、野球って面白いなと思うし、OPS とか打率とかが低くても、ノーヒットでも1点取れるとかね。そういった野球もあるんでね。だからその、僕が野球が好きな理由の一つなんですよね。そのいろんなこう得点ができるとか、一概にこの成績だけで決まらないみたいなところって、非常になんかその、面白いなっていうふうに思うし、やっぱりバランスが大事なんだなとか思うから、非常にそのチームを運営していく上でですね、まあその打のチームとか守りのチームとかいろんなこう特色がありますけども、そのやっぱりその片方に寄りすぎても勝てないし、うん、っていうところがあるので、非常にね、今こう、巨人ね、1位で首位ターンしましたけども、まあ守りの野球というところをジャイアンツは掲げながらもですね、しっかりこう、打順を固定しながら、打撃の方も上がってきたというところで、非常にね、どちらもこう、ついてきたっていうところがあるんじゃないかなというふうに思うので、調子がいいんじゃないかなって思います。はい、てな感じでね、今日は OPS を見ていきました。まあちょっとね、すいません、グラフとかがね、この辺とかに出せればいいんですけども、ちょっと出せなくて、見にくかったと思うんですけども、ちょっとなんとかね、声とか、お話だけでね、伝わればと思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。